ソフトとか、普通に桃とかも販売してるんで、それ食べに行って、その後にランチして、まだランチ場所全然決めてなくて、で、まあ、その時のあれで決めていこうかなと思います。で、そので戻ってきて、時間まだある方は一緒にドボン。今日にしに行こうかなと思ってるんで、よかったら皆さん、ついてきてください。ほんまや、いい感じ。じゃあ、行きます。逆に3人入った方がちょうどバランス、10、7、すごい、めっちゃあ、いい感じ。後ろにも自転車が見えてて、いいですね。サイクルラックがちょうどいいとこに、あー、すごい。撮ってます。あ、ちょっと登りだ。そうですね。風吹き通りで登りだ。あ、本当ですか。はい、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、すいません。すごい、マンゴージュース結構量ありますね。うん、これはお得。先飲みます。あ、いいんですか。やった。うん、美味しい、美味しい、美味しい。でもいいですか。すいません、してくれば。美味しい、桃天然水したって、はい、で
はあの e バイク豚っていう名前で、あの、まあ、見ての通りのクロスバイクの e バイク乗ってて、その動画撮ったりとかしてます。ちょっともう皆さんの速度帯にちょっとついていけないんで、あの全然もう置いてきぼりにしてもらっても、あのちゃんとあのついてきますんで、あの心配なくよろしくお願いします。ひまわりと言います。よろしくお願いします。私はあんまり速くないんですけども、頑張ってついていきます。他に見たということ坂道を走ってできないと右に曲がれない、まあ、ちょいちょっとあわわがあるんですけども、ちょっとご迷惑かけないように気をつけます。よろしくお願いします。私はマイと言います。牛豚が大好きで、美味しいもの食べに行ったり、景色見に行ったり、みんなとワイワイ走るのが好きです。今日も皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、大体皆さん知ったと思うんですけど、町と言います。特にありません。呼んでくれたら極力行くようにしますので、仕事の電話しながらの時はありますけど、よろしくお願いします。お願いします。銀と申します。まいちゃんとかいいバイクさん、ヒロさんとじゃんけんマイクで出場になって、普段そういうイベントかソロとしかしてないんで、実はこういうプライベートなグループライドって初めてなの、ちょっと緊張はしてるんですけれども、なんかミスったり変なことしたら注意してください。よろしくお願いします。ヒロと和歌山の JR 国線のサイクルトレインを応援したいと思います。ちょくちょくイベントがあるので、力を応援します。誠と申します。一旦は多分誠1020でやらせてもらって、基本的に私も登りが苦手な人間なので山を避けがちだったんですけど、最近ちょっと山行くようになりました。ありがとうございます。イベントの、まあ、主催大きくはないんですけど、こうやってライド組んだりとかも私も結構してたりするので、またよかったら一緒に走っていただけたら嬉しいです。お願いします。平成プロトタイプ女子だけのチームリワクリスチームをやってます。リッカと申します。その子もチームのメンバーです。まこちゃんとかまいちゃんのお友達です。これからよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。すごい人だ。確かに。
水飲みそう。すごいから多分大丈夫。すごい。強い強い。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。帰ってこれてよかったです。よかったです。またなんかライドのイベントとか企画したら。お願いします。ありがとうございました。頻繁にやってください。これあれかな、あれ、さっきドボン買ってから。そうなんですよ。先に多分そこで終わっちゃうかもしれない。コースから先にライトしたくないって。めっちゃ楽しかった。皆さん、気をつけてお家まで帰ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。